どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、というわけで今回私ですね、東京都板橋区にあります辛麺さそりさんにやってまいりました。今年の2021年2月にオープンしたばかりの出来たてほやほや、まだ半年も経てない、こちらお店なんですけれども、辛い麺の混ぜそばが楽しめるところで今回やっていくんですけども、今回もね、いろいろこう辛さレベルが選べるんですけども、なんとこちらのね、今回は一番辛いメニュー、スコーピオンデスロックというね、なんともヤバそうなメニューに挑戦していきたいかなと思います。いろいろヤバそうなんですけど、結構内装もすごい凝ってまして、いかにもこう辛そうな、なんとも挑発的な、お店なんですけども、早速調査してまいりたいと思います。行ってきます。東京板橋区にある辛麺屋さそり。上板橋で有名な焼肉牛ビッグハングリーヘブンの運営をしている GB ワークスの新業態として今年出店されたばかりのお店だ。今回はこちらの激辛メニューにチャレンジしていく。調理方法などは企業秘密とのこと。お店の看板メニュー、サソリの辛混ぜそばを激辛仕様にしたのが今回食べるスコーピオンデスロック。なんとも挑発的な名前だが、果たして破壊力はどれほどのものか気になるところ。さあ、お手並み拝見。一応ね、一番人気、これサソリの辛混ぜそばが一応一番人気なんですけれども、まあ一応なんか激辛メニューとしてこういうのもやってますよと、まあ一応おすすめはサソリの辛混ぜそばということで、これちょっとやっちゃってますね、完全に。うわー、すごいな。いただきます。さあ、スコーピオンデスロック、お手並み拝見ですよということで、さあ勢いよくすすっていきましょう。いただきます。うまい、うまいな。口の中を突き刺すようなこう辛さがありますけど、これはうめえぞ。うん、これうまいわ。具材はね、これネギかな、ネギやら、ひき肉、あとなんか若干ニンニク風味のしますね。なんかいろいろ入ってます。ちょっとわかんないですけど、なんかいろいろ入ってる。不思議な味、美味しい。これは箸が止まりません。はい。あ、お店から。こちらは何でしょうか、これは。これ激辛パウダー。激辛パウダー。お店から。とんでもないもんいただいちまったぞ。なんだこれ。アイスクリームかと思ったら。いや、ちょっと待って。これ一気に入れるの危ないから、ちょっとどんなもんからけ、ちょっと味見して入れる分量考えよう。いきなりこれ全部入れるとこれ危ないからね。ちょっと、あ、全部入れよう。全部入れましょう。はい、男で激辛ジョニー、はい、全部入れましょう。とんでもねえもん一台でちまったぜ。すっげえ、すっごい色してるよ、これ。
の中にサソリがいる。痛い。麺は終わったんだよね。最後これなんかこの肉ミンチみたいなの全部食べて、これこの激辛バトルにテリをつけたいと思います。はやかい。ごちそうさまでした。はぁ、あ、辛かった。しんどかった。いやあの激辛パウダー入れた直後からあたりからちょっと雲行きが怪しくなってきましたけれども、普通にスコーピオンデスロックのまんまでも普通に美味しかったですね。ただあの変なあの激辛パウダーはちょっと危険なんでちょっと要注意かなと思うんですけれども、結構お腹いっぱいになります。はい、食べ応えあり、はい、お腹パン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 マンですと。それでは辛さレベルの発表していきましょう。辛麺さとりさんのスコーピオンデスロック、あのなんか激辛パウダーをかけた後の、まあ、ちょっと辛さレベルを発表していきましょう。辛さレベルじゃらららららららじゃん、辛さレベル8です。8になりますと。はい、激辛パウダーかけた後はまあ8ですけど、まあ、かける前だったらまあ7とか 6.5 ぐらいで、まあ、普通に美味しく食べられる辛さでした。冒頭申しました通り、今年、まあ、2021年2月にオープンしたばっかりなんで、まだ行かれてない方多分いらっしゃると思うんでね、ぜひおすすめです。いつもの恒例の、本日のお便りコーナーということで、変なコメントが来てるんでちょっと読んでいきたいかなと思うんですけども、今日ねちょっとねYouTube のコメント欄じゃなくて、ちょっと Twitter のコメントをちょっとなんかよくわかんないなんか変な人がいたんで、ちょっとこのコメントを紹介していきたいかなと思います。はい、ちょっと僕ね、このようなツイートをさせていただきました。来月からバイクで福岡まで遠征に行く予定です。おすすめの激辛料理がありましたら教えてくださいと、まあ、こういうコメントをしました。そしたらですね、まあいろいろこう書いてきたんですけども、福岡のすき家というお店にキムチ牛丼という激辛人気メニューがあるみたいです。ちなみに福岡の松屋というお店にもよく似たメニューがありますと、まあ、これどちらも全国チェーンだ。ふざけるな。いい加減にしろと。はい、ね、ふざけるなと、ね。そういうコメント打ったら次はね、これ。中尾が入ってないからってそんなに怒んなくてもいいだろう。ちなみに福岡のローソンっていうお店に唐揚げくんレッドという人気の激辛唐揚げが売ってるらしいよ。かなり辛いらしいよと。誰か助けて。